のゲームをハイライトで振り返ってまいります。今日の先発は復帰2戦目の和田剛。まず立ち上がり、いきなり奥江を3球三振、まっすぐでした。非常にいいストレートが良かったですから、ピンチスタートの後ペゲーロ緩いボールで三振、ちょっとバットも客席に飛び込むというようなハプニングがありました。三者凡退のスタート。一方イーグル先発はエースの森本、先頭の明石、これがファーストちょっとこぼして、ただその後慌てて送球、これがエラーになってランナーに、内田が今日初今季スタメン出場だったんですが、いきなりミスが出ました。ただその後ツーアウト3塁になって柳田をファーストゴロ、ここはしっかりと則本が抑えました。和田のピッチング2回をご覧いただきますが、三者凡退、今日もまっすぐが走ってましたよね、はい、もちろんこのストレートを軸にですね、変化球も、低めに来ましたし、頭数もそんなにねかかることなく攻めていけるんじゃないですかね。則本のはどうでしたか、序盤。則本投手はもう十分な、最初から、最後までね、抜群というかですね、もうなかなか打てるボールはないような、そんな投球でしたよね。この3回は3者連続三振、4回和田は1人ランナーを出してウィーラーを迎えますがレフトフライ、その後アマダーがヒットを打って1、3塁とします。バッター島内とチャンスで、ここ最近状態もいい島内ですが、この打球がショート正面をつきます。正面ね、行ってしまうんですよね、少しずれとけばというところですね、先ほど言われましたけどね、一方のホークスは5回、この回先頭デスパイネが右方向へうまくヒット、今季則本からの初ヒットをデスパイネが打ちました。その後ペゲーロがライトゴロを狙って一塁送球したんですが、悪送球でデスパイネ二塁へ。ただこの場面も則本がやっぱ抑えましたね、このしっかり右に打たさないようにね、送球しましたし、ランナーが出ても、ランナー出ればさらに、ギアを上げれるピッチャーですから、それがそのまま出てましたよね、7回です。ワンアウトランナー1塁とした楽天、1塁ランナーはダイソーの田中、プロ初の盗塁失敗がなんとこの場面で出てしまいました、楽天としてはもう仕掛けていったところです、まずはダイソーを出したわけですし、しかも初球から、ね、行きましたけども、その前、熊谷選手の投球も良かったですが、その前の和田選手、和田投手のその牽制もやっぱ良かったですよね。その後島内もファーストファールフライ、0点に抑えた和田は7回まで今日無失点の好投でありました。イーグルス則本の方は球数も少ない中で7回ツーアウト1塁から増田を三振、しっかりとゼロを並べていきます。ホークスは8回岩崎翔、ワンアウトランナー2塁、バッターは代打の岡島ですが、このワンアウト2塁ピンチからもう一気に、素晴らしい投球が連発でしたね。特に岡島選手の3球三振ですよね、バットを振らさなかった、それと3球ですね、両方への変化球をうまく使いながら三振取って、で9回2アウト1塁からデスパイネ勝負です。懸命に島内も来たんですが取れず、デスパイネのサヨナラタイムリーヒット、ソフトバンクホークスがサヨナラ勝ちでマジック2つ減らして12。一方楽天は楽天創設戦2005年に2度あった以来の10連敗となってしまいました。